私たちの近中地区刈上住宅自治会が町からの支援により昨年1月誕生し、現在100世帯250名の会員が毎月1回親しく集い、情報の交換の場としてその役割を果たしております。絆カフェ仙台広場の開所式にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。本人にまず、町のお金を一切支援することなく、皆さんの力で努力でこの壁を開催されたこと、本当に敬意を表したいと思います。皆さんご承知の通り、今月の28日0時に区域再編が実施されます。そして3月16日に、諸岳浜野地区の町民説明会を行いました。でその時になるべく早く、区域再編をしたい、そういうふうな多くの町民の皆さんのご意見だったと私は思っておりましたので、なんとかその取り組みをしたい、その説明会で諸岳浜野の皆さんのなかなかご理解を得ることができない、なぜ 4% の自分たちだけが賠償の取り組みが差があるのか、全くその通りでありますし、国の、誠意もあまり感じられなかった、そのようなことで、その話を決定するには至らなかった。本日4月6日に再度いわき市のラトブで諸岳浜野の皆さんの町民説明会をしましたところ、なんとかご理解をいただきまして、 4% の皆さんをないがしろにするのではなく 96% の皆さんもないがしろにできないんですよ、そういうふうな訴えをさせていただきました。その結果、本当に皆さん苦情の選択ではありましたが、ご理解をいただいてこの区域再編に至った、そういうふうなことであります。このカフェにお集まりの皆さんのご健勝とご多幸をご記念申し上げまして、挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。皆様方もここを拠点としてですね、ぜひ地域の方々ともお付き合いをしていただければと思いますので、期待しておりますので、僭越ながらありがとうございました。おめでとうございます。菊田におります天野と申します。女性の方々がまず熱心で素晴らしい考え方を持っておることを皆さんにご披露申し上げたいと思っております。それでは県中の皆さん、今日はいろいろおめでとうございます。こういう高らかに乾杯をしたいと思います。乾杯。乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。